財務省2025年プライマリーバランス黒字化におきまして、いろんな船太の方針が出ている中で、生活保護受給者にも国民健康保険、これを加入させようという動きがなんか始まるようですね。現在生活保護の方っていうのは、医療費は基本的にタダだと思うんですよ。でもこれに対して国民健康保険に強制加入ということになってくると、多分10万円前後受け取っている方の中から1万円前後を徴収されるって形になるんじゃないかなと思うんですよ。で、健康保険はね、有料で窓口負担があると思いますんで、生活保護の方でも、もう病院にやすやすと行けないような状態っていうのが、これから来るんではないかなっていうふうになんとなく思うんですけども、この骨太の方針、まだまだ進めていかないといけないところがあります。それからね、パート労働者の方、多分月間で7万円前後で収入所得を抑えてると思うんですよ。扶養の範囲内でということで、年間103万とかっていう以内だと、かからないわけじゃないですか。でもこれをね、5万円以上毎月稼いでる人は、全員これも社会保険に入れようじゃないかってことになってくると、相当な社会保険料が徴収できる、いわゆる国民から搾取できるわけですよね。そうなるとちょっと週に7万円とか稼いじゃうと1万円とかで取られちゃうんで、5万円に抑えていこうかなって感じで、まさにね、社会進出っていうのが、特に女性の社会進出が阻害されるというのがね、世帯年収の上げようがなくなってくるっていうことになってくるんじゃないかなと思うんですよ。だからね、消費税を上げるっていう議論は抑える代わりに、こういうふうな私たちが普段その意識しないようなところからね、どんどんお金を回収していって、ますます私たちは暮らしにくくなるのかなってことですよね。だと高齢者の医療費負担、これはね、さらなる見直しを検討ってことも始まってるんですよ。後期高齢者の医療費1割から2割へ負担増っていうところで、もうすぐにね、じゃあ3割にしようかっていう話になってきましたよね。後期高齢者っていうのはこれからもう今でもそうですけど大人数いるわけですよ。そういう人たちから薄く広く回収していけば、プライマリーバランスは黒字化に向かうんじゃないかなってことですけども、仮にプライマリーバランスがね、黒字化したところで誰もいいことがないんですよ。要するにマーケットから国民からお金を吸い上げるだけで、別に国庫にお金がいくら入ろうがいくら赤字だろうが何の変わりもないんですよね。ただ財務省の帳面がなんとなく見栄えが良くなるだけで、ただそれだけなんですよ。誰も良くならないと。で、国は通貨発行権があってお金いくらでも吸えるのに、そうではなくてお金を吸ってお金を増やすんじゃなくって、国民からお金を取り上げてお金を増やそうとしてるわけですよね。で、当然増えたお金っていうのは国民に回るわけではなくて、国庫っていうところの中が増えるだけなんですよ。これ通貨発行をしてね、お金を市場に流したものを回収して、一体何の意味があるのかなと、ちょっとね、怖い動きになってきました。2025年皆さんもうかうか知らないですよ。